第5回オンデマンドセミナー1学期末対策講座学期最後の学級経授業6月29日から7月7日9日間好きな時間に何度でもご視聴可能ですはい皆さんこんにちははいこんにちはえっと今日はですねあの宿題の存続というテーマで皆さんにお話を伺いたいなと思っていますあのまあ宿題についてはそれぞれの先生が YouTube でこれまでいろんな意見を配信してるんですけども、今日はね、まあ、それも踏まえて3つの質問に答えていただくという計画でやっていきたいと思います。はい。どういうふうにしようかな。じゃあ、えー、水野先生、吉田先生、そして、えーあ、最初は私、水野先生、吉田先生という順番でいきたいなと思います。はい。じゃまず、はいえー、質問形式ですからね。まず一つ目あ、今日3つ質問します。はい、一つ目。えー、っとね、 宿題は基本的になしの方が良いという考え方に賛成がどうかということなんですね。うん、うん。はい。じゃあ私からいきますけど、基本的にはない方がいいと思ってます。はい。じゃあ水野先生。あ、そんな短くていいんですか。短くてもいいですよ。はい、はいあ。基本的にはなしでいいと思いますけど、まあ、低学年とかね、あの学年にもよるし、内容にもよりますよね。うん あんまり喋っちゃうとね、この後の質問に引っかかるんで、まあ軽く。基本的になし, <laughs> なしです、ね、はい。じゃあ吉田先生お願いします。はい、もうこれは私は何度も YouTube で言ってるんで、基本的にない方がいい。はい。はい、まあ3人とも基本的に宿題はない方がいいういう考えですね。はい、えっと、これちょっと質問とは関係ないんですけども、その、現役時代って宿題ってやっぱり出してました今は3人とも出さない方がいいと言ってるけど、私はね、まあ、 出してたんですよ。まあ出してたか出さないかだけ。水野先生、出してました。出さなかった時もありますし、出してた時もあります。ああ、それは学年によって違うんですね。うん、保護者との,、ね、あの合意形成かな。ああ、そうか。はい、吉田先生は私は少ない少ないと言われながら、少なく出してましたねうん。なるほど。じゃあ、2つ目の質問いきますね。 えっと、宿題に、その、せざるを得ない内容っていうものがあるんじゃないかなと思うんですよ。学校の内容でね。だから多分そういうものは仕方なしに宿題にしてた傾向があるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうね。じゃあ私から言いますね。私はね、あの、宿題は基本的にはなくていいなと思ってはいましたけども、ただ、その、国語ですね。国語に関しては、 あんまりそのここの教科書って、えー、習熟させようという発想がないじゃないですか、教科書に。なんかその時は教えるけど、教えたらもうそのまま終わりってなっちゃうので,で、それをなんかやっぱり家で少しこう、繰り返さないと習熟はされないなと思ったので、私はね、日記指導は、あの、宿題にしてました。し、しちゃってたんですね。 ただ、今思うと、うん、まあ、しなくてもね、学校の中でもできたかなという気はちょっとしてます。はい、じゃあ、水野先生、いかがでしょうか。はい、はい、私はです。はい、ひらがなは宿題にしてました。1年生の。一年生はいひ。ひらがな、まあ、1学期ですね。うんまあ それそれくらいかな。まあ高学年だと日記宿題にしてた時もありましたけど、村野先生と同じでまあなくてもよかったかなって感じですね。うん、その二つだけですか、はい、宿題？あ、ーまあ必ず出すべきって宿題ですね。あー、うーん、そうですね。じゃあ吉田先生。 あのね、えー、宿題はなくていいと思うけども、この家庭学習として個別にお願いしたいことはある。うん、例えばクク、九九これは不完全な子だけ。うん、それから、ひらがなカタカナこれ読み書き障害の子は何としてもね、やっぱり覚えてほしい。うん、それからね、読み書き障害の子の音読ね。これ、デイジー教科書で聞いてくるで。宿題として一律に課すのじゃなくて、そういうね、 お子さんについては、親御さんと相談して、やっぱり学校だけではドリルが足りないのでね、お願いしたいなと思いますね。うん、あとはないですね。うん、なるほど。あの、吉田先生の後ろに出てるデータは何か関係あるんですかえっとね、<laughs> 宿題についてお聞きしますっていうので、えー、5月7日にね、アンケートを取ったんですけども、今、やめているところが5%ありますね。5%?、うん、はい。 まあおそらく10年以上前ならゼロやったと思いますよ。うんうん、だから出てきたんだなっていう感じですね。うん、その下の作あそのノートはあれかな。これはあの <laughs> 出さざるを得ないにしても、こういう宿題はやめてほしいと。うんうん、漢字上から下までね、あの書くような宿題っていうのは、あの結局、漢字を覚えることにつながりませんっていうことで出しました。うんなるほど はい、えー、じゃあ、いよいよ最後の質問なんです、あ質問ですけども、あのー、今、吉田先生がおっしゃったようにね、宿題を出さないが学校がちょっとこう出てきてるっていうんですけども、あのー、ネットニュースなんかで結構取り上げられていて、そういう学校が、宿題なしっていうふうに校長先生が断言してる学校があるんですよ。ただその なんていうかな、学習、家庭での学習については、プリントを用意して、で、それを、あの、使いたい子は持って帰って勉強していいよというスタンスなんですね。ですから、まあ、いわゆる宿題じゃなくて、宿題をしたくない子はしなくていいし、で、やっぱりしたい子にとっては、そういう環境が整ってるという学校があるんですね。で、このシステムについて、先生方、どういうふうにお考えでしょうかっていうことなんですね。 まあこの辺は少しじっくりお話を聞きたいんですけども、私はそういうスタイルはあのいいなって思うんですね。あのやっぱり、えー、学習が得意な子はね、そんなにもう分かっていることをやる必要はないし、でもやっぱり少し復習したいなと思う子は持ってってやるし、で中にはやる気のある子たちは、本当に5枚も6枚もプリント持ってってやってくるって言うんですよね。ですから、まあ あのー、成績には関係ないんだとは思うんですけど、直接そういうことがね。うん、ただ、まあ、そうやって自分で自分の,自分の,ちょその実力を探りながら、そのプリントを持って帰るというのは、まあ,あの、いい方法じゃないかなというふうに思いました。水野先生、いかがあるんでしょうか。なあ、いいかなと思いますね。いい <laughs> いいかな <laughs> いいかななと思うで まずこの話題の前提っていうのは、あの授業中に読み書き計算とかのね、学力を保証するっていうのが前提で、うん、だから宿題はいらないっていうのがまず一つで、うん、もう一つ今あ、今の3番目の質問の根底にあるのは、学習習慣なのかなと思う。学習習慣は、さっき吉田先生もおっしゃったように、まあ、必,必要っていうかね、そんなに。 基礎学力はよりは必要じゃないと思うんですけど、うーんそのもう一つのねあの、キーワードとして、その取り組む意欲、学習意欲、そのプリント持って,ってっていいよっていうのは、そのお子さんが自分から自主,その自主的にあ勉強しようと思って持っていっているんであれば、これ、意欲を尊重してることにもなるし、学習習慣も身につくし、いいことだなと思いました。 うん、<laughs> あの全然持っていかない子もいるんですよ。はいはい。それも認めるっていうことなんですよね。ああ、認めます。全然持っていかない子っていうのは、要するに家でくあの勉強したくないっていうタイプの子と、うん、あの忙しくてね、例えば塾とか行ってて、そんな時間ないからっていう。 まあ、家,家庭の事情もありますしね、それはいいと思います。うん、あの、勉強嫌いでしたくないっていうのも、無理やりさせても結局同じじゃないですか。うんうん、<laughs> いいんじゃないかなと思います。ますね、はい。じゃあ、この方法はベ、ベスト、ベスの方法ですね。うん、ベストかどうか分かんないけど、<laughs> ベター <laughs> はい。わ <laughs>、はいうん、かりました。じゃあ、吉田先生、いかがでしょうか。 あのね、僕はいろんな人が書き込みをしてくれるので、中にね、うん、その家庭でこんなことをしましたってことを過剰書きに入れて書いて先生に提出するというようなところもありましたね。うん、で、もちろん丸付けその他はしないと。子供の自己申告だけと。うん、だから家庭学し家庭で学習できるように習慣づけるのはあってもいいと思います。うん、が、もう小学校、高学年からでいいと思うんですよね。でも前提として、 小学校で基礎学力はつけるっていうところが前提になると思いますね。うん、あのだから、家庭学習は家庭学習、学校は学校と。で、分離して、やっぱ家庭学習で独立で動いてるんだけども、家庭学習の習慣化のためのお手伝いを無理のない範囲でやるっていうことには賛成ですね。あの結局ね、その学校依存がものすごく高まっちゃったのよ。 うん、村の先生が前ねあの地域の他かのことまで学校に持ち込むのはおかしいって言ったけどもみんな学校に来ちゃったの。うん、で僕震災の頃は5時には帰れたからそれぐらい学校に余裕があった時には残しもしてたしそれから家庭学習のお手伝いのつもりである程度宿題出すっていうのは良かったけども今はこんな時代になった以上そして ね、あの国が何もしてくれない以上、やっぱり教師はやっぱりやるべき範囲を絞っていった方が僕はいいと思う。うん、やった方がいいって言われるやそれは家庭学習の手材だってやった方がいいですよ。うん、でそんなこと言い出したら、だってあの公園で、ね、や子どもがやかましいから先生来て指導してくれもほらやった方がいいですよ。何でもやった方がいいことでしょう。うん、だから今、このご時世だからっていうことですね。でも、ベースとしては小学校ぐらいね。 うん、学校で学力つけて、他も遊ぶことに専念させてあげたいよね、うん、と僕は思いますね。うん、はいということで、じゃあ、やっぱり宿題は、まあ、ある程度の条件をつけつつ、うん、基本はない方がいいということでいいですね。はい今日はなんか、吉田先生、キレキレでしたね。うん、どうでした あのもうだからさ、なんていうのかな、うん、あのね、僕なんか卓球学に関わってたでしょ、うん、その頃ね、あね、部活にもうのめり込んだ先生たくさん知ってるから、うん、あもう、いろいろ語り草になるような話いっぱいあるんですよ、でも今思えばね、そういう連中とその酒を飲む会があった時ね、 今俺働きだして思うんだけど、あの先生よあんだけのことしたと思うと。うん、俺ならとってもできんっていう話はよくありますよ。本当に献身的にやってたんだけども、そうやる余裕はまだ現場にあったよなっては思いますね、うんうん。決してあの部活動をね、もうあのあ、来産するわけじゃないけども、うん、本当に酒飲んでっかいにね、その有名な先生の話になるのよ。 土日もないし、朝は6時過ぎには来てたしとかって言ってね、俺とってもできるなっていう話はしましたね。うん、そういう教師のね、なんていうか、献身的な行動を教師師も楽しめた時代もあったんだけども、もう時代が変わりましたからね。あの例えば、その宿題のことでね、今もう3つの質問終わった後に聞くのもどうかと思うんですけど、その えー、保護者が宿題出してくれってよく言うこと多いじゃないですか、これについてはどう思いますかなんか私は、そのまあ、今、吉田先生がお話してくれたようなね、話もして、えーまあ、宿題はだから出しませんってやっぱり言うのか、<laughs> それとも、まあ、そんなに言われるのは、じゃあ少し出しとこうと思うのかってことですよね。 これちょっと難しい問題だと思うんですけど、水野先生どう思いますかうんよく言われましたね。あのうん、宿題ないと勉強しないからっていうことで、うん、あの、勉強すると安心されるんですよね、保護者の方が。<laughs> うん、でもその勉強って本当に、えー、必要なことなのかどうかっていうのがね、うん、学校でね、あの、学力ちゃんとつけてるんだったら必要。 ないっていうふうに私は思ってたんですけど、うん、いやいやや,やらせるのは防ぎたいなと、うんうん、よく勉強しなさい勉強しなさいってね保護者の方言うじゃないですかでもそれが本当に正しいかどうかってこれまあ子育ての分野なんですけど、ねうん、そうとは限らないでねでもあの話保護者の方と話し合ってじゃあ最低限こんなかん内容で出しましょうって感じではやってましたね そうですよね。僕もそんな感じで出してましたもんね。吉田先生どうですか学力の経済学でほらデータ出したじゃないですか。勉強しなさいっていうのは逆効果でしかないと。もし干渉するんなら、一緒に子供とその時間を全部割いて、やってるんだったら結果が出てますよっていうような話があったでしょ。うんうん、だからが結局もそれも学校依存で、学校が出してくれれば、親は言わなくてもやってくれるは、うん、あの成果出ませんよ。うん ただ、僕はそれは言いませんでしたね。だからまあ学校としては、あの学習習慣のお手伝い程度に <laughs>、学習習慣をねつけるためのお手伝い程度に出しますと、うん、あとは家庭に応じてやってくださいって僕は言ってたし、あまり強硬に言う親にはね、40過ぎてからですよ、言いましたよ。うん、いや、お母さんね、宿題たくさん出してね、あの勉強できるようになったら、教師の仕事ってこんなに楽なことないですよって言いましたよ。うん <laughs> すごいですね、それ。<laughs> それはもう、だから、ある程度自分に自信もあって、えー、まあ親御さんとの関係もあるのが前提でね、うん、まあ怒られるようなことはなかったです。向こうの親御さんも笑ってましたね,、うんなるほどね だってそうじゃないですか。宿題たくさん出して丸付けしていればいいんでしょう学,学力つくんだったら、うん。でもなんか結構そういう方針で宿題いっぱい出して丸付け頑張ってる先生いっぱいいましたよね。あいましたいました。でもね、あの、僕の知ってる中でやっぱ授業全然進めてないっていうんで、あのかなり強力なクレームが来た先生もいますよ。うん、半分以上丸付けで終わっちゃってって。うん。まあそれは極端なんですけどね。うん、まあ、強いて言えば。 こういう YouTube を見た人が管理職になって考えを変えるだとか、うん、探求で自由にできるクラスの先生がまあ、そういう歩みを始めてくれるといいね。うん、あの学年のなんて学年とか学校の棚がかかっているところは難しいよね。何、うんうん、とかその棚を外してほしいね。はい。というわけで、まああの宿題というものがね、今後、 今までとはもう全然状況が違うので、宿題の定数、宿題を出すということに関して、教師もいろいろ考える必要が、ね、あるなというふうに思いました。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。